まあ、かなり派手にやっちまったな。こりゃもうダメだ。いろいろ言っちゃってんな。普通の人間の手足はこんな風に変な方向に曲がったりしないぜ。ここに置いといても食い荒らされるだけだし、とりあえずうちまで運ぶか。オイラの相棒の役に立てるかもしれねえし。まあ、こいつなんで二つも笛をぶら下げてんだ。普通の探掘家は笛は一つだけどな。まあ、トイラには関係ねえか。次第ってことだ。はあ、あいつさすがにくたばっちまってんだろうけど、どれどれ。なんだよ、まだ生きてろ。しぶといな、こいつ。まあ、生き返られても面倒だし、元のところに捨ててくっか。運が良けりゃ生き延びることもあるだろう。まっ、嘘だろ、こいつ。いきなり立ち上がるなんて。しぶてえやつだな。これならオイラが治療すりゃ助かるかもしんねえな。でもここを見られちまったし、いっそのこと。ミーティ、どうした。なんだいミーティ、こいつのこと気に入ったのか。そうだよな、いつもはおっさんばっかだけど、同じぐらいの年のやつなんてな。しょうがねえな、助けてやっか。ま、気がついたか。なんとか戻ってこれたみてえだな。オイラのアジトだよ。お前が死にかけてたから運んでやったんだ。そんなに警戒すんなって。オイラはさ、見ての通り、ふわふわのぬいぐるみだよ。ナナチってんだ。そんでこっちが、オイラのかわいい相棒、ミーティーだ。ね、お前は？ふーん、お前を助けてやった礼なら、ミーティーにいいな。オイラはどうすっか迷ってたんだし。とにかく、まだ完全じゃねえんだ。もうしばらくは無理すんな。この後あいつ、どう始末すっかな。
前、何してんだ？もしかして、料理作ってんのか？お前らタンクツカの作るもんなんか信用できねえし、食わねえよ。まあ、作ってるとこ、おいらが監視してんなら食ってやってもいいけど。わかったわかった。でもおいら、料理にはうるさいぜ。なんだよ、オイラの料理と違いはねえじゃん。だいぶ元気になったな。んじゃ、そろそろこっから出てってくんねえか。だけど、オイラたちのこと絶対に誰にも言うんじゃないぞ。他人と関わるのはやべえんだよ。オイラたちを見れば理由は察しがつくだろ。お前が悪いやつじゃねえのは分かったから、お前ならたまにはここに来てもいいぜ。そんで、まあたまにはお前の料理を食ってやるよ。オイラのと大して変わんないけどな。